はい、こんにちはでいいですかね。はい、ね、今日は8月の18日木曜日第3ですので、いつものように東京新聞デモクラ TV エクストラということで、論説委員の富田光さんとやってまいりますが、今日はもうあのテーマしかないですね。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。正直申し上げて、私がちょっと不得意な、増えたな、あの不安ないなテーマなんで。そうですか。スペシャルなゲスト、はい、今日超お忙しい中ちょっと呼び立てて、ね、来ていただきました、はい、ちょっとご紹介します。タオル巻き論説委員です。よろしく、はい、よろしくお願いします。富田の助っ人の田原です。タオル論説委員と私はですね、ちょうど同じ時期海外いたんですね。あ、そうですよね、はい、エジプトに長いな。あ、そうですか。カイロにいらっしゃった、そうなんですよね。その時には私はもうウィーン。カーストがだいぶ違う。カースト地中海を挟んで、私 OECD 以外の国では暮らせないで、本題に早速あります、ね。はい、内田さんね、僕思うんですけど、この統一教会の問題って、今日いるような世代の人間にとってはね、懐かしいじゃないですか。そうですね。ところが若い人たちは全然知らなくて、なんか新しいニュースとして、オウムの他にこんなひでえ連中がいたのかっていうんでびっくりしてニュースになってるというような感じなんですけれども、今率直な感想どうですか、この統一、いや旧統一 教会問題ですね。だから、もちろんよく覚えてることなんですけれども、忘れていたんですよね。いや本当に、で要するにいろんなところの、なんていうんですか、表にこう出てこなくなったので。そうですね。存在はもちろんずっと意識して いるんですけど、名前を変えたことを知りませんでしたから。私も知らなかったですよ、恥ずかしながら。失念しておりましたですよね、でね、今日は田原論説委員にはですね、そこら辺の歴史も踏まえて、ちょっとですね、旧統一教会問題でちょっと解説をね、ちょっとしていただきたいなと。はい、知らない方も知っている範囲で、いやいや全て多分知ってるだろうと思うんで、で旧統一教会問題で、はい、一番最初はなんかこの前資料あなたあさってたじゃないですか、我が社の特報部の。したら1968年代後半なんか潜入ルポやったすごい記者がもういたって話ですよね。いたみたいですね、当時は。60年代の、もう70年入る手前ぐらい、68年ぐらいですけど、当時は要するに教団というか統一教会に勧誘されて、大学ですとか、あるいは家とか離れちゃって、彼らの施設で暮らすような、後にオウムにもそういう出家とか言ってありましたけど、出家みたいな、そういう子たちが結構子たちっていう年でもないですけどね、若い人たちが結構わっとこう増えた時期で、いわゆる子供を返せ、というようなことで、保護者というのが当時親ですね、が運動を結構やって社会問題になったっていう時期に、先輩、私たちの先輩がですね、その合宿、いわゆる言ってみれば洗脳合宿ね、それに潜り込むというで、多分ですね、まだその頃は教団側もガードが甘いというかですか、多分取材それで言ったんだと思いますね、身分明かして。それでも公開してたっていう、見せてくれたんですね、そういう時代、まだ牧歌的な時代ですね、ある意味ね。なるほど。でそれってですね、でもだけど1960年代後半ってことは学生運動華やかし頃じゃないですか。そうですね。その時期にそういうものが同時に進行として行われてたってことですか。だからそれがやっぱり絡むんですけども、つまりもともと日本に上陸して一定宗教法人取ったりしたの60年代の前半ですけど、その後教団そのものもものすごく、なんていうんですかね、いわゆるそのある種の新興宗教という枠を離れて、むしろ一つのなんか政治運動というか政治団体化していくっていう、いわゆる反共団体として。
あの育っていくっていうかですね、うん、でそれはちょうど60年代後半になるとやっぱりあの そっちのやっぱりむしろなんていうんですかね、うん、あの性格の方が強まってくるっていうようなところも、ね、多分あったっていうか、勝共連合関連団体の勝共連合自体が68年の結成ですから、うん、68年なんだ、68年です勝共連合は。で67年に、うん、その教祖だったあの文鮮明、うん、氏があの日本に来てですね、あの、うん、岸元首相とかですね、うん、まあ、その辺に当たりをつけて、まあ、実際あの会合を67年にやって、これはあの有名なあの本栖湖会談っていうんですけど、おうおう、当時 の右翼の大物と呼ばれた人たち、うん、この人たちと文鮮明と、それから韓国側の統一教会の会長あたりが、日本側からは確かですね5人ぐらい出てるんじゃないですかね、あの笹川良一とかですね、あとあの後のロッキード事件で有名になりますけど、児玉義雄の代理で白井珠代さんという人が出てます。で、それから畑時雄とかですね、まあ、当時 あのいわゆる右翼の中では実力者と呼ばれる人たちが集まって、これが元栖湖って何かというと、要するに笹川さんの教廷の団体やってましたから、そこの施設なんですけど、そこの施設みんな集まるわけですね。67年に集まって68年に勝共連合を作ると。あ、なるほど。で学園闘争がその頃からうんと盛んになってきますから、でそこで、あの大学では、あの、うん、まあ、一部の大学ですけどね、うん、あのいわゆる右翼の学生運動なんかと、いわゆる当時原理研ですよね、これが、共闘して、そのいわゆるあの左翼の側の学生たちとぶつかるという、そういう構造。あ、なるほど。で、まあ、実際あの70年にですね、妙な事件が起きてまして船長ぐらいのですね空気銃を韓国の統一教会系の企業から、輸入するという原理権がですね、でさすがに警視庁がこれはまずいということで警告かなんか、まあ、誰も逮捕者とか出てないですけど警告かなんかしたんですけど、ほうほう、で、まあ、当然これはあの当時考えられたのは、つまりその新左翼系の学生たちに対抗するために、なるほど、入れたんじゃないかというふうに、まあ、当然客観的にはまあそういうふうに思われたんですけど、まあ、ただ当時の原理研の学生たち、学生団体の方はですね、これはあのスポーツ、我々 の、あのレクリエーション兼スポーツのためにこれはあの輸入してるんだと言って、ちゃんちゃんという話になったので、いやいや、まあ、とにかくそういうような経緯ですね。なるほど、なるほど。あれ、内田さん学生時代、原理研とかって、あの内田さんが大学に通われて、はいはい、だ75年から大学で早稲田ですので、あれ東大、あ、早稲田、すみません、はい、失礼します。で原理研と、当時その研究会系で目立ってたの原理研と、あと単二章を学ぶ会とかいうのがあった、はい、単二章研究会、ね、単二章研究会、ね、はいはい、まあそういうのがありましたけど、あのキャンパス歩いてると原理研の人に呼び止められて、うん、そのあの一二度ですから話したことがあるんですけど、ああそうですか、うん、あのちょっとねやっぱりあのなんていうすごくいい人たちだったんですけど、うん、あのや優しいねあのいい人たちでしたけど、言ってることはよく分かんなかったですね。あの当時よくあの黒板立てて、はいはいはい、駅頭なんかで、はいはい、いわゆる彼らの行あの教典の原理公論、はいはい、あれをなんかこうチョークでなんか書きながら大きい声でなんかこう解説してるっていう、ね、よく、はい、よく見た光景ですよね。原理公論って、うん、何ですか。原理公論というのは彼らの教典教典です、言ってみたら教典、うん、その聖書みたいなやつか。聖書みたいなもんなんですけども、うん、中は飛んで、ワイド飛んで、まあ、あのいわゆるキリスト者から見れば、うん、メジャーなキリスト者から見ればですね、めちゃくちゃ動かないめちゃくちゃあ、まあ、というか旧約聖書の創世記そのものをいじっちゃう、作り変えちゃうっていうようなことをやりますからそれはあの真面目なキリスト者にしてみればですね、ふざけんなって話になる。なるほど、なるほど、うん、であれちょっと話がね前後するんですけど、その前にあれあの父の臼助がね、あの南平台の家、南平台渋谷の南平台に住んでる頃にその文鮮明呼んで、それがまあ端を発して、それがルーツだと言われてますよね。
で僕はその頃から勝共連合として立ち上がったんだと勘違いしてたんですけども、うん、それの後ですね、うん、後ですね。ただ要するにバックグラウンドとしてこういうことがあるわけですよ。もともとの出どころっていうのは、これはものの書、私もものの書でしか知らないですけど、もともとその戦前の朝鮮半島にそのキリスト教の一派で長老派ってありますけども、長老派の中のさらにそのある種の新興宗教として、まあ言ってみたら陰教ですね。陰教というのはつまりその血分けの儀式とかですね、いわゆるある種のこうセックス教団ですね。でそういう怪しい団体としてそもそもあって、文鮮明さんはそこにまあのメンバーであった。で戦後ですね、1950年代ぐらいにまたそれを復興するんですけれども、当時は韓国側もう戦後ですから、と南北に分断されて、でその韓国側ではいわゆるイスンマン李承晩政権、ですよね。で李承晩政権はこれは陰教だっつって弾圧するんですね。なるほど。叩くわけです。こんないい加減ないかがわしい宗教はダメだと。で、文鮮明パクられたりしてるわけですね。で、ところがその後そのイスンマン政権自体が60年でしたか、韓国の 4.19 学生革命で打倒されると、倒されると、独裁政権で倒されると、でさらにそれを61年ですか、パッション比僕政権がですね、今度軍事クーデター逆にまた倒しちゃうと、いうような動乱の時代の中で、その、そのつまり、僕政権軍事政権っていうのはほとんど基盤がない、かつ金もそれほどない、っていうところで、そこにちょうどそのなんて言うんだろう、うまいことを、どっちが誘ったかは分かりませんけどね、いい仲になったのがつまり統一教会、でどういうことかっていうと、当時僕政権っていうのは特に軍事政権で農村にはあんまり基盤がなかったんですけど、統一教会の幹部の中にそこそこその農業普及員みたいな人たちがいたんですね。でまずこの人たちが使えるということ、と、もう一つは、そもそも勝共という言葉自体パク・チョンヒ、その僕大統領が反共じゃないんですよ、勝共なんですね、つまりこれは北に対して当時の南韓国が勝つっていう、あ、そういう意味なんです。そういう意味なんです。だからもともとそういうニュアンスの言葉なんで、これのある種のなんていうんですかね、別動態というかですね、これを支える手足というかですね、そういうものとして重用したっていうところがあるんですね。で特に金がここは結構感じなんですけど、僕政権当時金がないわけです、金がなくてどっから金を、じゃあつまりその後は高度成長、奇跡の高度成長を起こしたりっていうのはあるんですけども、それに至るまでのその原資ですよね、これをどっから引っ張ったかっていうと、いわゆる日韓基本条約65年、そうです、そうです、あの時のお金か。で日韓基本条約によって僕政権は一等減収を得るんですが、そうですよね、ここでいわゆる小玉義雄、当時の、フィクサーだと小玉義雄であるとか岸信介であるとか、そういう人たちが暗躍、裏で暗躍してこれは作り上げる条約体制なわけですね、でそこにだから統一教会がある種絡んでくるっていうのも、これは当然というかよくその人脈的には重なってくるわけですね。なるほど。で、余計なことを言うと小玉義雄さんとパク・チョンヒをつないだのが今東亜会っていうんですかね、昔の統制会ですね、いわゆる日本でいうところの暴力団、はい、グレン隊ですね、特に在日朝鮮人の方が多かったグレン隊の統制会の町井さんという人、有名な人が、これが児玉さんの手下でしたから、児玉さんとパク・チョンヒをつなぐと、その人は暴力団の方、そうです、いわゆる裏社会の人ですね、力道山なんかも当然こう懇意だったりとか、そういう当時 の60年代要するに昭和のいろいろと香ばしい話、香ばしい、たまに V シネマでもそうなりますよね。だから
そういうような人脈の中で文鮮明も出てきて、で多分あの大もっと大きい枠で見た時に、うん、CIA だと思いますね、基本的にこの絵を描いてるのは、うん、でつまり当時はまだあの冷戦ほやほやの時期、うんうん、で朝鮮戦争終わったばっかり、終わったばっかりとは言いませんけども、終わってまだ10年経つか経たないかぐらい、うん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 、でしかもベトナムで今度ガチンやってるわけだよね、うん、っていう中でアジアにおいてやっぱりこう対ソ連米ソの、あの核水っていうのは激しいわけですね。でここでやっぱりその反共を、いわゆる反共フロントっていうか反共戦線をこう構築しなきゃいけないと、アジアにおいてと。そこでやっぱり必ず出てくるのはファッション費であったり、台湾の蒋介石であったりというような、あるいは ベトナムもあの点々とですね、フィリピンのマルコスだったりとかですね、まあ、そういう柄の悪い連中ですよ、うん、でここでやっぱり一つ、そこのやっぱり要としてやっぱり日本の騎士っていうのがあるわけですから、日本は騎士の方式だったんですね。で、まあ、岸さん自身はやっぱり CIA と無縁とはさすがに言えない立場の人ですから、そこでやっぱりこう一つのラインがを 作らなきゃいけない中で、アメリカ的にはですよ、うん、作らなきゃいけない中で、かつそれぞれのアクターの思惑が一致して、そこにやっぱり文鮮明も混ざり込むという、おおむねそういう構造です、ね、なるほど。内田さん、今の話聞くと、うん、よく今自民党のどこの政治家がズブズブだとかそれほど接点はないとかってやってるじゃないですか。それどころの話じゃなくて、そもそも日本の与党政界そのものがズブズブじゃないですか。そうですね、そういう受け止めですよね。まあ、ただその、うん、例えば裏世界においても児玉派というかですね、児玉さんのいわゆる関東ヤクザと関西の当時の山口組、田岡さん率いている山口組みたいなところではやっぱりこう緊張関係があったり、うん、あるいはその同じ右翼でも田中政権とやっぱりあのいわゆる関東 の小玉さんはじめとする人たちはあのこうぶつかり合ってたり、だからそれは、まあ、政治家でいうとやっぱ田中政権なんかは親しかったのは田中角栄だったりとかっていうところがあるので、そこはやっぱり線がこう対立線が自民党の中でも引かれてるっていうことだと思いますね。なるほど。これはあのただややこしい、要するにそういう歴史的な話も半世紀前のそういう話なので、いや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 、根が深いといえば、いや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 、ネットフリックスかなんかでやってるところ、うん、面白い作品がねできそうな話ですよね。そうですね。だからその安倍晋三氏が今回、うん、まあ残念ながら亡くなられてしまったことによって出てきたことがね、で当初は山上容疑者は、ちょっととんちんかんなことをやってしまったって言うんですよね、はいはい、いわゆるリベンジとしてはね、とんちんかんどころかリベンジとしてですよ、あくまで殺人は良くないけれどもリベンジとしてはドンピシャだったってことですよね、これ、うん、あの一家を狙ったってことは、まあまあまあ、まあ、よく勉強されてるとまだ言わないけれどもちょっとビシッと、ただその何て言うんですか、もうちょっと言うと、そのそういった何ていうか反共団体としてのまあ勝共連合だったり統一教会だったりっていうののある意味賞味期限みたいなのももうとっくに切れてたって言えば切れてたですね。それはどういうことかっていうと、要するに主要には、要するに何て言うか、それは例えば70年代の初めのあのキム・テジュンの拉致事件というのがありましたね、うん、日本からあの KCIA が 身柄をあのさらっていったという、うん、まあ、当然主権侵害だって大問題になったわけですけども、うん、で KCIA とその統一教会っていうのも非常に密接な関係にあるわけ でそういういろいろ怪しい冷戦下の中での事件っていうのが、ただその韓国はそれはあくまで軍事政権、軍事独裁政権が続いているうちは、うん、意味もある意味ね、あの向こう側から見た時に意味があったけど、韓国自体がやっぱりその79年にもうすでにあのファクション兵が撃たれてですね、いわゆるあの手下、あの自分の手下の KCIA の、 あの部長に撃たれてですね、でさらに80年代の後半になると民主化されちゃうわけですね。でもう90年前後でもう冷戦は崩壊するわけでしょ。でそうするとマルキー使いでは実はないんですね、存在意義がない、うん、ないですね。でその頃からだから80年代で韓国が民主化されていく時期ぐらいから実を言うと壺売りが盛んになるわけですね。あ、
要するに業態転換したんですか。業態転換です。なるほど。で要するにもう完全に存在意義は要するにその、文鮮明一族のですね、銭儲けの方に走っていくわけですね。もう要するに勝共という意味がなくなるわけで、ね、で90年前後にだから今度は北朝鮮と関係を結ぶわけです、ね、そこもよく分からない。だからそこはえげつないわけです。えげつないわね。逆に言うと変わり身が非常に早い。彼にとっちゃ反共なんていうのは思想なんて実はどうでもよくてということです、ね、ある意味ではまあどうでもいいかどうかは別としてですね、教義は実はそこにも引っかかって、あの反共っていうのはつまりは彼らの教義からいけばですね、それはあくまでお父様お母様の血分けして新しい人類を増やしましょうっていう構想には共産主義っていうのは要するに相入れないものだっていうことはあるんでしょうけども、ただいずれにしてもそういう問題よりもまあ、彼らはとにかく自分たちの教団を持たせることの方にですね、今度はある意味ではその最大のスポンサーがいなくなっちゃったわけですから、まあスポンサーというか後ろ盾ですね。でそれにやっぱり懸命になってくるんだけれども、逆にその日本の右派というかまあ右寄りの政治家たちが、つまり時代が明らかに変わっちゃってるんだけども、岸さんの時代とは、その教団都合に引きずられていくっていうような客観的に見ると、そういう構造が見えますよね。で引きずられていくっていうのは、例えばそれはいろいろ非常にどうでもいい目先、まあどうでもいいって当事者にしてもどうでもよくはないんだけど、目先の選挙運動のに人をもらうとか、日常活動で秘書をもらうとか、非常になんていうかさまつな、ある意味では政治的には全くさまつなことに引きずられていって、いくというなんか情けない構図になっていくという、あまりのさまつなことに使っていったがゆえに、逆に食い込まれて、そう壺騒動の後ってなんかメディアに乗ることもあんまりなくなったですよね。それ一つには、確かにオウムがでかかったんで、なんとなくその95年のオウムの騒動っていうのが非常にインパクトが大きかったんで、同じカルトでもですね、まあ統一教会もカルトなら向こうもカルトだとしても、その見た目が根の深さというよりは見た目はやっぱりオウムの方が激しかったんで、それはやっぱり全然違いますよね、だってトップの人間の命令で殺人を犯すグループでしょ、統一教会そういう感じはない、ね、いやそこは私はそうでもないんじゃないかと実は思ってますけど、かつてやっぱりお腹まで何ていうか脱会して告発した人が全身めった刺しされたりとかしてますからね、添え島事件ってありましたけど、添え島事件ね、文藝春秋にその後、を載せるというんで、その記事を載せるということがバレちゃって、まあ誰がやったか分かんないことになってますけども、とにかく襲撃されたりとか。そういうことはあった。だからそれは分からないんだけど、最初はむしろそう思ってたんですよ、オウムの中に噂ベースみたいなもんなんだけど、坂本弁護士の事件とかね、あれあった時に麻原にそんな力ないと、そんなことをやる度胸はないんだということで、度胸も組織力もない結構間の抜けた教団だってイメージがあったので、でじゃなくて中に早川やっぱ公式になりましたけど、早川さんなんかを中心にその統一教会に近いグループがいるんじゃ中にいるんじゃないかっていう見立てがあったんですよね。それがあったんですよ。なるほど。むしろそういう感じだったんだけど、凶暴なグループがいて、それはその旧統一教会と接点があったんじゃないかということですね、ただやっぱオウムのカルト性の凄さ、そういうのが実際いろいろバレてからはね、もう桁違いにすごいですから、それは統一教会忘れてましたよね。要するにアメリカはですね、先ほど CIA が結構やっぱりケツ書いてたんじゃないかみたいな話しましたけど、アメリカは実はもう結構早い時期に
手を切っちゃったんですね、逆にね。あ、だから文鮮明捕まって脱税かなんかで捕まって、あのしばらく1年ちょっとぐらいは確か刑務所入ってたんですか、アメリカで。あ、アメリカもう捕まってた。そうです、そうです。で、日本だけはなんか知んないけどぬるくて、ぬるいというよりはなんか骨絡みにされちゃってたっていうと、まあ、あの逆に非常にあの第三者的に言えばとろい、とろいよね、うん、あ、アメリカ切っちゃる、きっちり捕まえてるわけですね、うん、アメリカもある意味ではもうあのこいつらはもう、もう用なしだと。ただなんかでも最近あのアメリカ の, あのソウルでなんかあのイベントやってるじゃないですか、はいはいはい、でその時にトランプだの、ね、ペンスだのが出てきて、なんかあれ、それはもう純然たる小遣い稼ぎですよね。あ、なるほど、うん、ずいぶん金払ったんですよ、出演料。あ、それでか、そうです、ね、なるほど。じゃあでもなんか聞くところによると、その日本でもあんまり稼げなくなったんでアメリカに食い込んでいいんじゃないかっていう話も。いや、日本結構稼げると思いますよ、まだ依然として。あの要するに昔みたいに、要するになんていうのかな、一般の家庭に行ってですね、うん、おつまみ買えだとか、壺買えだとか、うんうん、ああだとかこうだとかってことは、あの2009年ぐらいにあのドンと1回あの逮捕されたり、あの実刑判決出たりっていう以降を控えてますけど、うん、逆にあの弁護団、あの、うん、被害者の弁護団なんかの話ではね、うん、あの信者を骨絡みにするっていう信者からもう徹底的に搾取するという、絞り取ると。だから、まあ、今回だから山上さんちなんていう典型的にそうですね、イメージがそこぴったりしますね、うんうん、あ、お母さん1億円ですか。そうです、ね、1億でしょ、うん、これもうほとんど財産取れてるってことですね。財産取られて取り返した財産、まあ、もうまた払っちゃった、もうまた払っちゃうっていう、だからそこはカルトですよね。ああ、うん、なるほど。しかしこの間なんていうか、こうなんでこうやっぱり我々メディアとしても、あの紀藤弁護士とかね、まあよく今、はいはいはい、連日のようにテレビに出演されてるけれども、結構あの活動はされてるのにほとんどメディアが取り上げなかったっていうのは、うん、ちょっと反省せざるを得ないですよね。それは本当ですよね、うん、あのメディア自分たちのやっぱりなんていうのか、うん、責任はやっぱ問われますよね、うん、いや、その自民党悪いけれども、悪い悪いって言って、我々がきちんとなんかやってれば、うん、あのっていうところありますよね、うん、まあ、問題はただそのなんていうんですかね、どうしてもメディアのそういう取材っていうのはやっぱり大きな、うん、あのどうしてもニュースを追いかけがちなので、うん、そのあの、うん、冒頭でご指摘あった通り、今までも統一教会のやってきたことっていうのはもう何回も60年代70年代80年代何回もあるわけですね、大きく山が取り上げられた時代がですね、うんうんうん、でそこから何かとても新しい現象が起きているというほどのことでもないっていうふうになっちゃうと、うん、ついついあのなんていうのか、ニュースにしにくいっていうところも、もちろんそれは弁解なんですけどね、なるほどなるほど、うん、それともう一つは警察自体ももうねぐっちゃってると、うん、事実上、なるほど、うん、なるほど。でそうするとなかなかあの、まあ、既存の我々メディアとしては支局が動かないっていうことになるとやりにくい、ね、やりにくいっていうところもあるということは構造的な問題としてありますよね。有田さんがあの空白の30年って言ってね、うん、そのオウムのことであの警察にレクチャーをして、はい、で次は統一教会やるんだと、オウムの次は統一教会やるんだと、でところが何年か経ってどうしたんだっったら、あの上から潰されたっていう話を言ってましたよ、言ってましたよ、言ってるんですけど、うん、それに近いこと他 の, あ, のあれ誰が潰したんですか、わからないですけど、だから当時で言えばもう安倍政権、まだ名称変更問題なんかも、ね、名称変更問題、ね、そこで絡んでくるわけですね、うん、あの名称変更は罪作り、さらに罪作りだったですよね、あの気づかないですよね、あれね、うん、旧統一教会っていう完全にこうロゴというか頭があるので、僕もね残念ながらあのね、あの渋谷のあの奥渋って呼ばれるところにありますよね、あの、はいはい、教団の、はいはい、日本のホームみたいな消灯ですね、ありますよね、はい、僕あれの前通ったんですよ、うんうん、で気づかなかったんですよ、うん、あの 旧統一会のような似た違う教団だろうとふと思った
まさかね同じだと思ってなかったですね。あのもう一つそれはまあ名称変更が割とあの大きな罪作りをやったっていうのは間違いないんですけど、うん、昔からですねあそこはものすごくこうダミー団体がもう山のようにあって、うん、あなるほど、あの、まあ、フロント団体というのかダミーというか、まあ、ダミーにやらせておけば、うん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 、この間あの名古屋の市長がですね河村さんが言ってましたけど世界日報とその統一教会は別法人だろうと言ってなんか出ました、ね、つまんないなんか言い訳してましたけど、つまりあのそれは割と彼らの戦略戦術的にそれをやってるわけで、あなるほど、あの要するに本家に 本元にですね、うん、火の粉が被らないようにということで、で今日だってもう本当に得体の知れない団体山ごと持ってるんで、うんうん、聞いてみないと分かんない、うん、なるほど、例えばあの、うんうん、団地なんかでですね最近だとあの女性誌でストーリーっていう割とあの若いお母さん方ぐらいの世代を対象にしたちょっとアッパー緑系のそうそうそう、うん、ちょっとあれで「アワストーリー」っていうのを彼は作ってるんですよ。えっ、うん、私たちの「アワストーリー」っていうのを持って例えば、ね、それ例えばそれで勧誘して回ってるわけなんですけど、うん、ストーリーだと思っちゃうよね。統一教会ですとは言わないですからね。そそう言わない言わないね。あの子育てで何かこう心配事はありませんか的な。なるほど。だからあのとにかくまずそういう体質であるっていうこと自体を知っておかないと、うん、あの全然分かんないですよね。知らない間に侵食されるってこと、ね、あそうですそうですそうです、いや私も一回なんかあるラーメン屋に行って、うん、うまいって言ってまあ喧伝してたらそれはそれ系だって言われて本当かと。何ですかね。名前出せないんですけどまだありますよ。え本当ってだからね知らず知らずのうち罠に放っちゃうんですよこれね。うん。思いましたね。あの大所で言うとただ、うん、ちょっとやっぱり日本語のバランスがおかしいですよね。どうしてそこに家庭が入るのかっていうのは説得力があと世界女性平和連合。何するのっていうあの名前とその実態浮かんでこないっていうかこうなんかバランスが崩れてる感じが。ただそのアワーストーリーは崩れてない。何でもありですよ。もう何でもやってる、ね、なんか某新聞社もがじゃあ例えば普通の記事としてね市民がマラソン大会やったってんでこれも何章も載っけてて実は、うん、旧統一教会が支援してたっていうのは、うん、結構あるんですよね。あると思いますね、それはね。うん、あとね僕もう一つ分かんないのはね、いやじゃあねじゃあもうその、うん、結構最近まあ今ちょっと下火になってるけど嫌韓ブームとかあったじゃん、はいはいはい、ムン・ジェインがねものすごいこう日本でやってきつい政策を取ったと、はいはいはい、で徴用工問題があって、それからまあ熟練ヤフーの問題もくすぶってると、うん、いう中でその安倍政権ってすごく安倍さん自身が僕直接ちょっと懇談とか聞いたことがあってすごいきつい韓国に対して、はいはい、すごいきつい、はいはい、でどちらかというと清和会系のあの議員自民党の議員さんたちって韓国に対してきついじゃないですか、うん、なんで謝罪しなきゃいけないんだって、うん、ガツンと言ってやる、いわゆる歴史認識問題、ね、歴史認識問題で、はい、でわざと8月15日にこう靖国に行ったりして嫌がらせをやるような人たちじゃないですか、うんうん、でそういう人たちがなんでそうああいうような思想を持った日本人が韓国に金を送金させて絞り取るような教団に平気でね、うんうん、接点を持とうとするのかってそれのその心根がわからないんですね、うん、ちょっと もうその部分もそんなモラルもないのっていうぐらいなんですけども、うんうんうん、それは どう解釈するの、まあ実は今朝の新聞にもちょっと書いたんですけど、うん、まあ言ってみれば野望ですよね、うん、それはそこはねぐっちゃおうっていうことですよね、うん、ねぐっちゃうって、じゃあ何を優先してきたのかっていう、つまりそれは議員に限らず、まあ、安倍さんの応援団、それはまあいわゆる自称文化人いろいろいますけど、うん、プラスそのいわゆる日本会議ですね、日本最大の会見団体で、うん、まあ、国会議員の3分の1ぐらいは一応うん、関連 その議員 の, その枠に入ってるっていう、うん、でそことどうして要するにそこのまあ日本会議なんかのいわゆるその
神道系のですね、神社本庁ですとか、まあ、どっちかというと簡単に言えば要するに右派系の人たち、右翼系の人たちで、かつその自虐史観の克服だどうだというようなことをもうずっと主眼にやってきた人たちとはそれは相入れないというのはその通りなんです。例えば原理行動の中にはですね、はっきり日本帝国主義って単語が出てくるわけですね、うん、でいかにそので関東大震災も含めてですね、いかに朝鮮人を虐殺殺戮してきたかというような表現がそのまま出てくるわけです、うんうん、でそれとそれってこれがどうして同居してんのって分かんないじゃないですか、うん、僕も都合分かりにくい。でこれは全くその通りで、その疑問はその通りなんですけど、それは多分お互い分かってる上でそこの部分はねぐりましょうってことで触らなかったんだとやっぱり思いますね。でそれはどうしてかっていうと、一点はやっぱりその歴史的なそのいわゆる CIA がおそらく最大のバックの奥の院にいてのそのいわゆる反共連盟作り、うん、でこれ岸さんも笹川さんもみんな大世界反共連盟っていうのを作って、その亡くなった石原さんもそうですけど、でこれ当然統一教会がお膳立てしてやってるんだけど、みんな乗っかってるわけですよね。で その時代においてはそうだったんだけど、やっぱりそこはずっと続いてきてるっていう流れが一つにはあるっていうこと、うん、でもう一つはですね、例えば日本会議なんかで特徴的なのはやっぱり中枢にいる人たち、これはもともと成長の今の成長の家とちょっと違う、今代替わりして成長の家も主張が変わっちゃったんで、うん、ですけど昔のいわゆる聖戦万歳、戦前から聖戦万歳と言ってた、うん、成長の家の学生、当時学生部みたいなところの人たちが今の日本会議を中枢やってるわけですけ ど、 なるほど、彼はやっぱり学園闘争の時代に原理研と一緒になってやっぱ戦ったっていうのがあってね、体験的に、ね、仲間だったんだ。そうそう、長崎大学なんかそうです。つまりですね、なるほど、これはある種ですね、理屈ではなくですね、情緒としてですね、やっぱりその、なんていうか肉体的な衝突みたいな時にですね、一緒になってそばにいて戦ってくれたら、やっぱりこいつは仲間だ的な感覚っていうのはやっぱりあるだろうと思うんですね。でもう一つはこれは同じ右派の中でも一線を、日本会議なんかとは一線を、勝共連合に関しては一線隠してる一水会の木村三光さん言ってましたけども、うん、もともと初代の勝共連合の会長であり現憲の会長だった久保木さんという人がいるんですよね、はいはい、うん、でもう亡くなってますけど、この人はもともと立正厚生会なんですね。 で立正厚生会の青年部から全部引き連れて統一教会、この下りがどうしてそれが OK、 遺跡、逆にそうなんです、立正厚生会がそれを認めてるんですよね。でその下りは60年代の初めぐらいなので、もう関係者も多分皆さんもうご存命ではないと思うんですけど、そこで多分久保木さんがその木村さん曰く、おそらくその説明はしてるはずだと、右派に対してね、そのいわゆる日本の右翼に対して、でそれはおそらく韓国の統一教会の教義と我々の教義は違うんだっていうようなことを多分言ったんじゃないかと、いうようなこと。それから実際に統一教会とか原憲がですね、日本彼らの内部文書を見れば日本というのは悔い改めなきゃいけないというふうに、うんうんうん、書いてはあるんだけれども、少なくても外でそういうことを言ったことってほとんど聞いたことがないですね、うん、あ、公にして、つまり公って言えば公なんだけど も相手あってものを言うことではないっていうか、なるほど、あくまで内向けの論理、なのでそれほど例えば言語法制化、70年代の言語法制化、それから教科書問題、いわゆる90年代のですね、ああいう時も大量動員してくるわけですよ、統一教会っていうのは。で例えば会見の集会なんかでも呼びかけたはいいけども、やっぱり右翼だけだと例えば200人も集まらないという時に、やっぱ統一教会とか宗教団体、他にもいくつかありますけど、来てくれる、そういったところは500人とかってまとまった数でやっぱ動員してくるわけですね。でこれは非常にありがたい。でお金の問題もそう。ありがたいって、うん、その右派にしてみればね。なるほど。だからそういうことの実利
言ってみたら実利、うん、あ実際役立つんだね。そうでそれは自民党の議員たちがやっぱり食われちゃったっていうね、特に清和会がよく言ってる統一教会に食われちゃったのと同じでやっぱ目先の利害で食われちゃうんですよ。なるほどなるほど。で文化人たちも小遣いくれるのは統一教会ですから、やっぱそのどういうことかというと、もうちょっと丁寧に言えばね、統一教会系のシンクタンクだとかあるいは雑誌だとかいろんなところにやっぱ出れば、うん、それなりの報酬が当然支払われるわけですから、原稿料とか出演料もらえると、まあ、それはやっぱり富田さんだと美味しいじゃないですか。それいや私常に毅然としてね、うん、まあそういうことが結構積み重なってた結果なんだと思います。だから何もそれは最初にそこの原理原則ありじゃなくて、むしろ原理原則で大抵分裂するのは左翼なんですけど、どっちかというと右の人たちっていうのは正だか合わせ飲んじゃうところがあって、そのうち正がなくて濁だけだったりしても正だくって正があるんだけど濁流のように今なってるじゃないですか、うん、だけど、まあ、そういうところはやっぱりあっていうか、実際聞いてみるとそういう話よ、なるほど、そういうことですか、ね、目的の大きさっていうのを彼らちゃんと分かってるっていうことはね、なるほど。そうですね、だからやっぱり日本会議的に考えれば会見するのが我々の目的なんだから、ちょっとまあそのために利用できるんだったら利用しちまえっていうことなんだと思うし、それは安倍さんなんかはもう少しちょっと多分おじいさんからのつながりっていうようなところでやっぱりこう、こだわったところもあるでしょうし、まあそういうことで多分そこは理屈じゃない領域なんだろうと思いますね。なるほど。原理研っていうのは学生運動としては何をやってたんですかね。原研はだからもちろんだから原理の原研のメンバーを増やすっていうこと以上のものでは多分ないだろうと思いますよ、何か例えば自治会逆に成長の家の学生さんみたいになんか自治会取っちゃうとかですね、そういうようなことは考えてないと思いますよ、基本的にはだって学校行かせないわけですから行かせない、いや要するに私はよく覚えてるんですけど、私まだ駆け出しの頃に支局に三重県のある田舎の支局にいた時に大きい交通事故があった。で、ワゴン車の自損事故なんだけど、2人か3人死んで、同じ数ぐらい怪我をしたっていう自損事故があった、でこれ何やってたかというと、その国道で自損、グネグネしてる国道で自損事故でそうなったんですけど、これ実は統一教会のおつまみの販売隊だった。あで要するに寝てないもんだから居眠り運転でぶつけたわけですよ。なるほど。でその時に今だと怒られるんでしょうけど、当時はとにかく警察より先に行けっていう風な、現場に行けっていうのが新聞記者の心得みたいなもんだったですから、まあ私も駆け出しでしたから、パトカー来る前にすっ飛んでったら、まあもう救急車来ても当然搬送してるんですけど、いろいろとね散らばってたノートとかが、あで私まあそこでまあこうめくってみたら、つまりサタンがどうだとかこうだとか書いてあるわけですね。証拠の品々で、要するにもともと何を言いたいかというと、彼らは怪我した人たちも学生さん、もともとは学生さんでも学校行かなくなっておつまみ売ってたわけですから、当時で要するにもうこんなバカなことはやめたいというふうにちょっとでも思ってしまうと、それはつまりサタンが私の心の中に今どんどん忍び込んでくるんだから、何としても排撃して頑張っておつまみ売ろうみたいな、すごいね、まあ典型的なカルトですよね。すごいでホームって言ってね、同じところに住んで合宿みたいな状態ね。だから、特に学園で何かって、学園は人材供給の場であって、人会の場であって、リクルートの場だけで、そう何か連れて学生運動やるとか、そういうことはないと思う。私が内田先輩と同じ大学に通ってる頃は自治会はある某ね、はいはい、左翼団体が従事ったじゃないですか、はい、今は見る限りもないらしいですけど、25人ぐらいね、そう、うん、ああいう感じではないんだ、まあ、ああいう感じではないですね、だからむしろサークルとかは一応やって、そこはやっぱりリクルートの手段としてはやってたり運営したりするけども、何かそれ以上のもので、むしろとにかく人を早いとか集めて、で別の活動にどんどんこう出していくっていうことだと思いますね。
基本はその人をこう、うん、派遣会社みたいなね、まあ、まあねどっかの某派遣会社じゃないけども、うんうん、あれだよね、なんか純真そうな、ね、あのその富田さんのように汚れてない、汚れた人はねなかなか洗脳できないんで、いや僕ね洗脳っていうか、ね、近づかれたことないんだよね、なんかダメなのかな、やっぱりダメなんでしょうね、サタンにもあの、うん、支配される、同僚にはもうサタンみたいなやついますけどね、まあとにかくなんか 純朴なこう人でちょっとなんか寂しそうにしてる人を見つけて、優しく声かけてっていう、うん、まあ典型的なそういうパターンなんですよね。サタンって言われて信じるかなって思うよね、うん、およそそのなんか、うん、そういうその信じる言葉ではないんだけど、うん、まあ、まあ、そういう人を狙っていくんでしょうね、うん、いやあとねその僕も、うん、まあそれは野望なのかもしれないけれども、うん、結局北朝鮮とあの文鮮明がね、キム・イルソンと、はい、うん、もうなんか抱き合ったりしてる映像を僕なんか見たことあるよね。でそれはあの一旦近づいていったわけですよ。つまり韓国の側からしてみると、ね、あの、うん、もういらないどころか、うん、あのこいつらどういうことだっていう話にもうすでに民主化以降はなるわけですから、うん、くっついていようと思ったら誰かね、うん、っていうとむしろそっちになっちゃったっていう。でもともと文鮮明自身が向こう側の人です、ね、そうですね。あ、今地域的に北の、なるほどなるほど、出身地がね、いやだから僕あれ見て思ったのは、安倍晋三って売り物があの拉致問題になっちゃったじゃないですか、うん、あの結果としてね何の役にも立ってないけれども、うん、一応拉致問題を一番一生懸命やった総理大臣であると自称してるじゃないですか、うん、だけど彼が付き合ってた文鮮明というか統一教会っていうのは北とつながってるわけでしょ、まあ、あの時以降はっきりとね、だけど逆に言えばそれが自分のカードだと思ってたかもしれませんよね。あ、逆にパイプがあるんだと、うん、もちろんそんなあの要するに相手の相手ですから、あのなんとかいいあのページめくらせてくれよって言ったってそう簡単にはできないけども、ただ当人としてはそういう気分があったかもしれませんね。俺は一応パイプあるんだと。あ、なるほど。ただ多分構図としてはあの統一教会もあの平壌もそれはあの日本は絞るだけ絞り取ろうぜって話しかならないと思いますよね、共に。なるほど、うん、あの日本からは徹底して返すぞ返すぞっつって絞り取ったろうかみたいな。あ、私もね経済記者長いんですけどご存知ないかもしれない、経済部にいたんですよね、はい、その時に日本って外国人からよく陰口で世界のガバ口と言われてたんですよ、うん、あの90億ドルのところですよ、湾岸の、うん、すぐ払うじゃん、はいはいはい、北朝鮮とかか韓国とかから朝鮮半島からも絞り取られてたんですね。要するにいやだから絞り取られたことが別として、うん、あの少なくてもそのこの関係に頼って拉致問題でも何でもいいんですけど何かやろうと言ったって、うん、それはただってわけにはいかないですよね、うん、それはいいたかられる口実でしかならないでしょうね。たかられすぎだろって話だよな、うん、でまあ今日ね、うん、いよいよその萩生田氏が3時に出てきてちょっと注目したんですけど、またなんか嘘をついてて、それについてまたくど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 弁解をして、まあ意味のないことをただ繰り返してましたけども、これ持たないですよね、政調会長。どうですかこれ。いや一番なんか中心になってきましたよね、あの萩生田さんの話がね、統一教会絡みの話の、うん、で、まあ、やっぱり2014年でしたっけ、うん、あの会合に出て挨拶してるとか、まだ誰も挨拶の中身を聞いてないんだけど、なんか市議時代、八王子かなんか市議だったね。あ、そうですそうです。その頃から付き合いがあったって話ですね。そうですね。あと今回のやつもあの関連団体って言ってるけど嘘でしたよね。関連団体じゃなくて統一教、うん、旧統一教会本物の出発式に行ってるっていう。ああ。だから、うん、萩生田さんの付き合いは、うん、まあご本尊の安倍亡くなられた子安倍先生はともかくとして、うんうん、萩生田さんちょっと桁が違うよね、食い込みぶりがね。やっぱりあの萩生田さんも落選してた時期もあるので、選挙弱いんだよね、やっぱりね、あの食えない時期に食わせてもらったってことなんだと思いますよ、簡単に言えば。
や、そこでね、僕が聞きたいことがあって、私はこう見えても、V シネマ見るの好きなんですよ。ですね、日本統一とか。不思議はないですけど、別に。こう見えて。全然不思議じゃないですか。すごい好きで、アウトレイジなんかめちゃくちゃ好きなわけ。あれ V じゃないですか。V じゃない、そんな失礼な、いや、失礼、どっちが失礼か分かんないけど、で、あの世界ってすごく面白いのは、我々の世界と同じなんですよ。あれに暴力が加わってるようなもんで、人間の心とか、家族とか、で、あの中で僕はその萩生田さんが一番なんていうのかな、萩生田さんみたいな立場の人って結局助けられたわけじゃない、統一教会に、一宿一般の恩人は絶対あるわけでしょ。で、僕一番ある、ご本尊の除いた防衛大臣の岸さんってさ、最初にさ、すごくそんなに強く言えなかったじゃないですか、なんとなく、いや、まあこれからも付き合うって、あれ絶対恩義があるからだよね。でもここに来て批判されたから、萩生田氏にしろ岸氏にしろ、もう統一教会捨てると切ると言ったら向こうは怒らないのかなと。いや、なんか明日ソウルでなんか日本に抗議する集会とかってやるんですよね。そう、これ日本人のなんか信者がやるっていう、だからつまり舐められてるんですよね。舐められてるね。められてこれ萩生田さん、落選してる時に統一教会とどういう関係あったかってまだ具体的に出てないと思いますけど、加計学園とありますよね。ありますね、加計学園の、だからつまりその安倍さんが親しかったちょっといろいろと問題含みの人たちの面に面倒を見てもらったってことですね。そうですね、簡単に、要するにものすごくこう政界をこう丹念にね、こう面倒を見てあげてたってことですね。特に安倍さんですよ。だから安倍文化ですよね。で、その事務局ってのはなんだけど、安倍さんが差配してた可能性があると、いうことが一発かどうか分かんないけど、銃弾によって分かってしまったと。今度参議院に立候補しなかった人の話があるじゃないですか。前は安倍さんにお願いして、伊達さんって議員が喋っちゃったんですよね。前の時には安倍さんから、安倍さんお願いして票をもらったけども、今回は井上さんの方に回すんで、あんたには行かないって言って、で、立候補そのものを断念したっていうぐらい、断念させるっていうね、すごい日本の政界にのっていうか選挙に影響を及ぼすぐらい力があったってことですよ。ただやっぱりきちんとやっぱり検証しなきゃいけないと思うのは、結構やっぱりその統一教会の方向性なりなんなりに、やっぱりこの10年20年ね、その日本の政治そのものが、言ってみれば私の言い方きつい、性格がこうだもんですから申し訳ないですけど、汚染されてきたというかですね、いう面がどこまであったのかってことはきちんとちょっと検証しないと、いけないだろうと思いますね。結構だと思いますよ。それは我々が思っていた以上に政策的なものにまでね、それ教育だとか、今の例えばその問題になっている子ども庁が子ども家庭庁になったなんていうのもやっぱりこれ絡みがあるのかどうかいうようなことも含めてですね、やっぱりそれをきちんとやっぱり検証しないと、これ単なる人事上のスキャンダルっていう話のレベルではないだろうと思いますね。ちょっと話は消化できないですよね、これね。あとね、ちょっと聞きたかったのは、反カルト法ってよくワイドショーでも、やっぱりカルトはダメだよっていうようなきちんとした法律を作ってねやるべきだという、意見もあるけれども、そこはちょっと難しいのかな。そこは私はなんかよくよくちょっといろいろ精査してみないとね。当然フランスなんかにはありますけどね、そうフランスってとてもきつくて、ただそう文化的なバックグラウンドだとかね、違うから、それがやっぱり違うところもあって、それをどういうふうに、要するにフランスではもう一方でやっぱりこうイスラムの問題でいろいろと摩擦がしょっちゅう起きるわけですね、だからその辺はちょっとやっぱり精査してみなきゃいけないだろうなという気が簡単ではないと、はしますけど、ただこれはもうカルト法を作る作らないで、もう単なるこの言ってみたら刑事事件こんだけ起こしてきた団体ですからね、それはもうごくむしろ常識レベルで考えるべき話
ですよね。あれはカルト指定受けてないから別に付き合ったっていう、そういう釈明の仕方って通らないと思うんですよね、やっぱりね。あともう一つ、これから大きな山場がね来ますよ、その国葬、当然この統一教、旧統一教会の問題が出たことによって、国民の空気感ってもうガラッと変わっちゃってるわけでしょ、にもかかわらずなんか反旗掲げるだろうなんだろうって話も出てますけども、この国葬どうするかっていうのは、なんか僕結構これあの単にこう政治ショー、外交ショーであって、でそこにお金をかけるわけで、一部ではあの要するに、黙祷しろみたいな話もちょろっと出てる中で、この国葬問題ってやっぱりこの統一、旧統一教問題とは切っても切り離せないと思うんだけど、どうすればいいのか。まあ、これはあくまで個人的なね、私の個人的な考え方ですけど、少なくとも岸田政権は統一教会に関しては見直すとか人事上もけじめつけるっていうことを口では言ってるわけですよね、だとしたらその大元だったのはやっぱり安倍さんですよね。そうとなった場合に、安倍さんを国葬の対象とすることが妥当なのかどうか、っていうことは常識的に考えれば違うだろうというふうに思いますよね。それはまあ海外から見てもそうですよね、ここまでその要するに国葬を決めた段階ではまだそこまで話が、多分統一教会の問題というのはここまでいろいろ出てなかった、でまあ割とその単に内向きの党内力学で岸田さん判断したんでしょうけども、もうすでにこれだけ大きな社会問題としてもう一回再浮上しちゃってる時点で、これ海外なんかにも明らかにこれはもうカルトに云々っていう話、むしろ日本国内以上に報じられちゃってるわけで、そこで国葬をやるっていうことのマイナス面ってことはやっぱりちょっと冷静に考え直した方がいいんじゃないかと、やっぱり思いますけどね。内田さんも同じ考えですか。あ、それは同じ考えなんですけど、でも強行すると思いますね。やめた場合に、その影響は非常に大きくなる。うん、これは海外向けどうですか。例えばオバマさんが来るとかっていうような問題。その辺でね、外交的ボイコットされると大変なことになりますね。いや僕でそれも思うんですよ、オバマさんにね、これやばいよと、こんな来るのあなたと言えばいいわけですよ。誰も来なかったらね、いいですよね、いいですよねっていうか、まあ、それでも国葬としてやることはできるんでしょうけど、それはもう全然もう信用が落ちですよね、あれは。岸田首相は読みが浅かったのかな、やっぱりあのすごい早段階で国葬やるって言っちゃったのは、やっぱり近視眼的に判断したんでしょうね、あの党内力学だけで考えたじゃないですか。要するに右寄りの人たちを抑えるためには国葬とでも言わないと、頭数で言えば未だに安倍派っていうのはね最大ですからね、今いくらガタガタになってるとはいえね、伊沢さん、国葬の日はどうされるおつもりですか。いや、ちょっと大阪の方でね、あの飲み会が大阪の方で哀悼の意を捧げる。だからもうどうですか、こう黙祷ぐらいは。天気がよくやできればね、ちょっと。あ、釣りをね。でしょうね、9月の末ぐらいだったらね。他もいないだろうしって、そうですね。あとは水温が下がっていることを願うんです。いやこれね、僕はなかなかね、戦後最大の部分で、ちょっとある意味こう失礼だけどちょっと楽しみって言ったらなんですけど何が起こるんだっていうね、気がして、これ閣議決定しちゃってますからね、憲法の解釈まで変えられるような閣議決定をやっちゃってますからね。そうですよね。あれでも法的には若干僕は問題あると思いますけどね、あれね。まあ、法律がないですからね、そもそもね、否定してる。国葬なんて二字じゃない、どこにも書いてない。あれなんか国葬っていう名前じゃないんでしょ、なんか。あ、国葬儀って。国葬、そうそう。あれも小手先のあれだよね。そうそう。だからあの 法律に合わせるために儀って入れたんです。あ、そうだ。最後、あの、天皇皇后両陛下はお出になるの、それは。どういう、どこにおられるの、その国葬の儀の時は。めっちゃ難しいですね。それはさすがに私もわかりません。黙祷とかされる。ただ困ると思いますよね。困るでしょうね。非常にこう、そうね、身の向きとかないよね。ですよね、大変良好な関係とはとても言えなかったような気がしないでもないですもんね。そうですね。
特に安倍さんについては、ね、安倍さんについてはね、そうですよね。いやいやっていう、この統一教私ちょっと不安ないで勉強不足で大変申し訳なかったんですけど、全然関係ない話で申し訳ないですけど、生稲さん、あの胸にバッジつけてるじゃないですか、はい、あの生稲で1917なんですよ。1917、なんでロシア革命と。あ、そうなんですか。生稲って読ませるためにそういうバッジをつけてて。40番じゃないんですか今。それはあの鬼やりこクラブです。こう見えてもね、田原委員はね、あ、詳しい、あの芸能界も詳しくて、ね、何でしたっけ、ビッシュとかいうグループのあなたは追っかけたよね。ビッシュは売れちゃってからはちょっと疎遠になりました。なるほど、ね、やっぱり地下が好きなものです、うん、はい、次回はあのちょっとアイドルの方もちょっと喋っていただく。アイドルとプロレスいいですね。そうです。深刻な話題ばっかりだと、ね、まあ、ということで、はい、今日は統一教会問題をやりました、はい、またありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。